皆さんこんばんは。今日もバンテリンドームで行われました中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。今日はですね、先発ピッチャーが、ドラゴンズの方は高橋宏斗ですね。もう WBC にも出た、まだ20歳の若者。そして一方のタイガースの方はですね、前回7イニングをですね、完全試合続投させてあげたいな、そういうふうに思いながらもですね、7回で降板した村上頌樹投手の登板ということになったんですが、さあ今日どんなピッチングをするのか、これはもう本当に楽しみにしておりました。今日のゲーム早速振り返っていきましょう。まずドラゴンズの先発高橋、初回三者凡退ですね。もう言うことないですね。セカンドゴロ、ショートゴロ、そしてノイジーを空振りの三振、三者凡退で、スタートしました。一方の村上もですね、素晴らしかったですね。これ大島、岡林、アルモンテ、三者連続三振ですよ。もうこれもいいスタートを切りました。そして、ご覧いただければ分かりますが、ドラゴンズの打線一人もランナーを出さずに4回まで終わってるということはですね、まあこれは、たらればですけれども、前回7イニング、そして、今回4イニングをですね、完全でしたので、11イニング連続完全イニングを作ったというね、村上投手の凄さ、そういうものを感じさせるこの4イニングでしたね。もう言うことない、そういう4イニングでしたね。一方の高橋も良かったんですが、2回、これワンアウト後に今日も5番で佐藤輝使いましたね。岡田監督もう意地になってんでしょうか。もう佐藤はもうずっと使い切るよということなのかもしれません。今日も5番サードで使いました。まあその期待に応えて、1打席目にですね、左中間に2塁打、まあこれは甘い外寄りのまっすぐでしたけれども、やっとヒットが出たなという感じでしたね。けれどもですね、今日6番に入っている島田がですね、今シーズンまだヒット1本も出てません。今日も4打数ノーヒット3三振。まあすごく気になる選手なので、これまでにも何度か島田選手のバッティングについてはですね、お話ししたんですが、今日見てもですね、相変わらず変わってない。ちょっともう一度ご説明しておきましょう。ご覧、初めての方もいると思いますので。島田の構えがですね、こうスーッとこれが遠くに構えてしまうんですね。でここからこう振ろうとするからすごく難しいんですね。だからこの位置をあんまりこう遠くに持ってこないで、この肩の位置ぐらいに置いといて、ボディを動かしてトップを作ってスイングしていくっていうね、形ができればいいんですが、どうしてもこう動かして腕で振ろうとしていくんで、島田の良さっていうのがですね、もう今シーズン全く出てません。今日の3三振もちょっと内容があまりにもひどいなというね、そういう、内容でした。これからちょっとね、本当に変えていってもらいたいなというバッティングをしております。そして、その後坂本はデッドボールで歩きましたけれども、木浪がショートゴロでこの回は0点。そして3回も三者凡退、4回もヒット1本出ましたけれども、盗塁失敗で3人で終わるということで、5回までもう全く、チャンスらしいチャンスはほとんどなかったですね。そして6回の表、ここはですね、9番の村上からだったんですが、この村上がレフト前に、ポテンヒット、これが足がかりでしたね。ノーアウトで1塁出た。そしてやっぱりこういうゲームを決めるのは案外タイガースの場合はクリーンナップではなくて1、2番、よく僕はこれを言うんですが、この1、2番が本当に活躍するんですよね。で今日も近本がやってくれましたね。これワンストライクから、高めの球でした。これを、右中間に3塁打、一塁走者村上がホームまで生還、まず1点ですね。そして、2番の中野が追い込まれた後でしたけれども、高めの球をですね、なんとかレフトに、打ち上げて、アルモンテの肩と近本の足勝負でしたけれども、近本の足が勝ったという2点目でしたね。この2点、結局点が入ったのはこの6回の2点だけです。あとはもうほとんどここをこうしたらなんていうような場面がないんですよね。もうこれはすごい、特に村上のピッチング内容がすごかったですね。今日は9イニング投げまして、奪三振が10個、そして打たれたヒットが3発の2安打、単打の2本、福永選手が打った2本だけですね。あとはもうみんな手も足も出ないっていうような、そういうような内容でした。終わってみたらですね、9回完封、
これがプロ入り初勝利ですよ。もう本当に三千と輝く1勝目と言っていいと思いますね。9イニング10奪三振2安打完封勝ちということになりましたね。これ村上この2試合でですね、もうなくてはならないローテーションピッチャーの一人という存在になってきたんじゃないでしょうかね。本当に素晴らしいピッチングをこの2試合見せてくれたと思います。まあ、ドラゴンズもですね、なんとかできないかなというような気持ちではいたと思うんですが、今日の村上に対してはですね、これも最後までなんともならなかったというような形で終わってしまいましたね。またこれからですね、当たると思いますので、この村上対策っていうのをですね、これからやっていかないといけない、そういう風になっていきますね。今日のゲームはですね、2時間22分短いゲームでした。34,763人のお客さん、ちょっと物足りなかったかもわからないですね。ドラゴンズは2安打残塁も2個しかない、そしてタイガースの方も2得点しましたけれども、残塁は4、もうほとんど無駄なランナーも出なかったというようなゲームの内容でした。はい、ということで、勝ちが村上ですね、プロ入り初勝利です。そして負けが高橋宏斗につきましたね。1勝2敗になりました。今日の MVP はもう当然村上頌樹投手ということないですね。ということで、ちょっと村上頌樹投手を皆さんにご紹介しましょう。1998年生まれ、1998年6月25日生まれの24歳ですね。身長175センチです。ピッチャーとしてはどちらかというと小柄、そういうピッチャーなんですが、ボールの伸び、これがすごいなということですね。右投げ左打ちです。2020年のドラフト5位で入ってプロ入り3年目。これまでですね、なかなか一軍で使ってもらわなかった。去年は1回も出てないですね。一昨年が、2度ほど出たぐらいですか。ファームではですね、素晴らしい成績を残してるんですが、なかなか一軍で、評価をされなかったっていうところだったんですが、この2試合でですね、もう一気に株を上げましたね。もうなくてはならないピッチャーになったということだと思います。智弁学園から東洋大を経て、タイガースに入ったという、そういうピッチャーですね。伸びのあるまっすぐと鋭い変化球、本当にそうですね、伸びのあるまっすぐと鋭い変化球、これがありました。去年はですね、2軍の最優秀防御率と最高勝率のタイトルを2年連続で獲得してる、ね、こういう好成績を残してるんですが、上で使ってもらえなかったっていうね、この辺の歯がゆさっていうのはあったと思いますね。そういうものが今年こう爆発してるんじゃないでしょうかね。まあ、これから村上投手ローテーションの一角としてですね、どんどん活躍してくれるんだと思いますね。ということで、今日のゲームはですね、阪神タイガースが中日ドラゴンズに2対0 2安打完封で、勝ったゲームをお伝えしました。以上です。